オランダ時代のやつがまあ残ってないんだけど、どうも書いてはいたらしいんだよ。これあんのね、農家の奥さんの肖像なんだけど、これはオランダ時代のほぼ唯一の代表作、このジャガイモを食べる人々、バレーショを食べる人、これのためにその近所の農民を書きまくったわけだよね。その中の一枚なんだけど、これが2022年だから去年だよ。去年7月14日に X 線調査やったら、はい、下に自画像あったっていうのが出てきたんだよね。だからまあオランダ時代からどうも書いてはいたと。いかにもゴッホですよね。いかにもゴッホだから書いてたんだけれども、この農民の肖像をさ、みんなに迷惑がられるぐらいたくさん書いて、もう来ないでくれっていう話になったぐらい書いてて、忙しかったっていうのもあるしあとはやっぱりもうお金も当時ないから、手をの仕送りでやってるから、キャンバスを節約するために使い回しして、うん、上に書いちゃって、それで残ってないっていうのもあるけど、まあ書いてはいたけどオランダ時代は残ってないんだよ。なるほど。そういうわけでね。で、1886年3月にパリのテオの下宿に転がり込んできてからなんだよ、うん、じゃあなんでここのパリで急に増えたんだと。オランダ時代のやつよね、ほとんどのこと、まあ、一つはさ、何だってテオのとこ転がり込んだかっていうかさ、テオの金でさ、画材とかキャンバスとか買い放題だったっていうのが一つあるよね。物理的に物理的に余裕ができたっていうのがあるのと、はい、2番目にはこっちの理由の方が大きいんだけど、パリに来てから当時のパリの、まあ、画壇で新しく出てきていたいろんな主張とか技法だよね、印象主義とかさ、新印象主義とか、そういうものをさ猛烈なスピードで吸収していくんだよ、うん、でやっぱりそれの実験のために書いてる節があるんだよ。いろいろ新しいことを試すために